全地球推定200人くらいの生き残り家系皆さんコンシェルジュコンシェルジュ大人っぽいアニメ歌舞伎物語、格ッコブルーレイオア DVD お買い上げありがとうございます 下巻の副音声を担当させてもらっちゃうよ。八九時迷い改め。二十一九時迷いお姉さんだよ。二十一九時二十一歳だから。それだと十一年前八歳だったことになりますけど。細かいこと言わないでよ。そんなんじゃここからの過酷な副音声を乗り切れないよ。あの、ちょっと待ってください。それについて言いたいことがあるんです。オープニング聞いてないし。ハッピーバイト いやー懐かしいなこれを歌った11年前ややこしいことを言わないでくださいあの迷いお姉さん何かな翼ちゃん聞いてないんですけれど何を副音声の鳥だってことです私は絵本の読み聞かせ会だという回覧板を受けてこのスタジオに来たんですけれどえっあれそうなの とぼけてる時の口調ですねあっちゃどこかで情報が行き違っちゃったかたまにあるんだよねそういう誰の責任でもないことがあなた子供の頃とやってること一緒じゃないですかいやいやワイン片手に喋ってるところが違うよねワインなんて持ってないでしょ謝る気がないんだったら帰りますよ帰らない 翼ちゃんは6歳の頃からしっかりしてるないやそれもなんですよなんで6歳で呼ばれてるんですか私21歳の迷いお姉さんと6歳の私で副音声って一体どこの何時空なんですかここは私時空つまり八竹時空といったところかな言ったところかなって言わないでくださいお願いですからええー、時空がダメなら何時空がいいの副時空が嫌なんんででですせめて18歳で呼んでくださいままあ、まあ 音声の歴史もいい加減長いからいろいろと創意工夫が必要なんだよ前に裏音声っていう創意工夫をして大変なことになったのを忘れたんですか矛盾しちゃうでしょ6歳と21歳が同じ場所にいたらお姉さんは大人だから矛盾を飲み込めるのワインのように私は子供だから飲み込めません改め、ま 全地球推定175人くらいの生き残り家系皆さんコンシェルジュ2回目はそんなに面白くないですね厳しいあと生き残りの推定人数がさっきより減ってるんですけれどうん何人か死んだみたい厳しいのはあなたの世界観でしょいやいやでもこれは君のいる時間軸の11年後なんだよ君の将来はこの滅んだ世界 夢も希望もありませんね考えたら私が生きている世界観ゆえに滅んだ世界という言い方もできてで新田木小弓くんを殺したのがブラック羽川なんだからある意味世界を滅ぼした間接的主犯格2名でお送りする副音声なんだね間接的主犯格ってそう思いながら聞くと味わいがあるんじゃないでしょうかイエーイそんな明るい気分で聞けないでしょそう思いながら聞いたらしのぶちゃんも呼んだら面白かっただろうね三者定談っていうか反省 <laughs> 座談会みたいになって重い回ですねまあまあそんなわけで89時迷いお姉さんだよ1時間よろしくねなんでさっきから歌のお姉さん風なんですか新しいよねワイン片手のお姉さんだからワインなんて持ってないでしょボトルで持ってるお姉さんトランカじゃないですかグラスならともかく翼ちゃんはマスコット契約だね 普通に子供役をやらせて欲しいですね。これは見苦しいね。見苦しいですね。責任を押し付け合ってる。これはお姉さんダメだと思うな。私はね、自分の責任は自分で取りたいタイプだから。 私をここに呼びつけた責任を取ってくださいよ即座にいやいや責任っていうのは取りたいから取れるってものじゃないからね私が責任を取ることで周りの人に迷惑をかけちゃうかもしれないからここで頷くわけにはいかない最低の理論ですけれど言ってることは実は意外と的外れでもないですね周りに迷惑をかけたくないから責任を取らないっていうのこの二人は純粋に押し付け合ってるけどもでもまあわからなくもないですけれどねタイムスリップから帰ってきたら世界が滅んでたってびっくりじゃすまないです よね普通のスケールじゃ受け止めきれません押し付け合ってるっていうか仲良すぎる気もする責任感で遊んでる感はあるよね ところで、翼ちゃん。まだちゃんと自己紹介してないんじゃないあ、そうでした。ダメだよ。副音声のベテランがそんなことじゃん。私が副音声のベテランになるのは大分先の話なんですけれど。でも、その片鱗は幼い頃から見えていると思うんだよ。勝手に思わないでください。その期待は受け止めきれません。じゃあ、自己紹介張り切ってどうぞ。どんな面白いことを言うのかな最悪の振り方ですね。このコンディションでは、はじめまして、羽川翼、6歳です。トマス されて呼ばれたとはいえ真摯に副音声頑張らせていただきたいと思いますのでよろしくお願いしますはいよろしくロリカワ翼ちゃんロリカワとか言わないでください失礼噛みましたあなた二十歳過ぎてもそんなこと言ってるんですかもうちょっと大人っぽく言った方がいいかな言えるものなら 神ですねなんで向こうぶちなんですかなんで6歳が知ってるんだ紀川とか噛むのでもやめてくださいどんどん世の中厳しくなってきてるんですから迷いお姉さんはもう平気でテレビに出られるけれどいつまでテレビに出られるかわからないのキャッチフレーズでおなじみだったはずなのに21歳なら余裕だね別の意味で出られなくなるかもしれませんけれどね21歳になったら人気がなくなっちゃったりしてあれ6歳の翼ちゃん優しくないなルートが違いますから マヨヨ姉さんが荒木暦さんに親切にされたことで人に親切にしようと決めたように私は幼少の頃兵質者に襲われたことでちょっと人に厳しくなったんですだとすると罪が重いなそりゃ私たちのルートではブラック・羽ネカーも荒木暦君を殺すか結構な復讐劇だったのかもしれないねこの世界観の荒木暦さんにしてみれば身に覚えのない冤罪もいいところですけれどねとにかく翼ちゃんは今6歳なんだからテレビに出られるうちに喋っておいた方が ワイン片手にワイン片手の養女とか絶対無理でしょう今でも無理でしょうロゼ川翼とか言っちゃってね言っちゃわないでください言っちゃわないでって酔っちゃわなってもいいのかな酔っちゃわなってもって言えてないじゃないですかご無礼紙です では30便続行ですね。続行しないでください。規制が厳しくなったらドラえもんも見られなくなっちゃうのかみたいな反論がありますけれど、ドラえもんって今でももう十分に規制されまくりですよね。エッチなシーンとか危険な秘密道具とかテレビではほとんど出てこなくなりましたし。映画版ではないでもないよ。長官でノブエモンとか言ってましたよね。言ってた言ってた時間移動といえばやっぱりドラえもんのタイムマシンが日本じゃ一番イメージしやすいですよね。 タイムマシンか時間移動の不可能性を簡単に証明する論法があって。 それは今この時代に未来人がやってきていないということは将来的にも過去に戻るマシンは開発できないってことだろうって話なんだけれどなんだかこれ言いくるめられた感が半端じゃないよね気持ちはわかりますあと時間移動の話になると鬼の首を取ったように高速の宇宙船に乗って地球に戻ってきたら何十年も経ってるみたいな話を得意げにする奴がいてそれもなんだか腑に落ちないそういう話をしているんじゃないって思う それは単に得意げに振る舞われたのが嫌だっただけなんじゃないですか。何にせよ、時間移動は人類の永遠の夢なのかもしれないね。欲求としては、未来に行きたいよりも過去に行きたいという気持ちの方が強そうです。人はやり直したいと思う傾向が強いですから。いやでもさすがに翼ちゃん、6歳でやり直したいこととかそうはないでしょう。今朝に戻って絵本の読み聞かせ会の準備をしている自分に騙されてるぞと教えてあげたくはあります。騙すとは人聞きの悪い他に なんて呼んですか詐欺ですかマーダース殺人じゃないですかご無礼神ですね だからなんで無効無事なんですか大人っぽいですけれど。終了ですね。勝手に終わらないでください。では、レートアップしますかしません。6歳の子供、ピンタマージャンに誘わないでください。冷たいなぁ。前に副音声をした時の翼ちゃんはもっとあったかかったのに、ノリ悪前っていつですかやってないでしょやだなぁ、やったじゃん。化け物語の2巻迷いまいまいと、化け物語5巻翼ギャップの第3話で、バサネートハッチーのコンビで。だからそれは違う世界観での私たち でしょ同じノリを要求されても6歳の子供にノリを求めないでください年齢的にはバサデートハッチーというよりマヨネーとハンネーといった感じかなマヨネーハンネー 言いづらいですね。ハンネーが特に言いづらいです。ご無礼しちゃいそうだね。マヨネーはマヨネーで、なんかマヨネーズ好きのお姉さんみたいだし、キャッチーさにおいてバサネーハッチーには叶いそうもないや。何にしても6歳の私に17、8あたりの包容力を求められても困ります。むしろあなたに21歳としての振る舞いを求めたいのですけれど。あゾンビ登場もうちょっと うまくごまかせるでしょうゾンビっていうかまあ正確には吸血鬼のなり損ないってことになるのかな後半の話を見る限りあのその点も気になるんですけれど色々気にしながら生きてるねそんな性格じゃ生きづらいでしょう翼ちゃんじゃああなたはそんな性格だから滅んだ世界でも生き続けていられるんですかね厳しいな翼ちゃんっていうかツンバサちゃんだねくじけませんねツンバサちゃんって出れないまま羽ばたくんですか発音的にはアンバサダーみたいだけどね

あなたこれ見ちゃっていいんですかこの下巻を見たことで何かと知らなかった情報が入ってきちゃったと思うんですけれどああ大丈夫大人にはスルースキルがあるからそうなんですかズルスキルと言ってもいいけどねズルとか言ってる時点で大人でも何でもない気がしますがそれを言い出したら21歳は果たして大人かという話になる悲しい話になりましたねっていうか21歳が大人じゃないよキラキラ やっと成人したばっかりじゃない人になったばっかりじゃないこの上大きな人になるまでにはまだ10年くらいは見守っていただきたい あなたを見て感動していた荒々木暦さんにはとても聞かせられないセリフですね。18歳から見れば21歳大人かもしれないけれど30歳の人から見たら普通に誤差の範囲内だよね。かもしれませんけれどでも4話で登場するあなたの姿はなんというかたくましい感じですよね。大人感満載です。そりゃあしこたまハードな体験をしたからね。今っていうのはこの画面の中の時節8月下旬あたりってことだけれどこの頃はもうだいぶ世相も落ち着いている の6月のリアルタイムは本当に大変だったんだしそりゃそうでしょうね私は忍さんの第一の犠牲者だから多分その後の大変さは知らずに済んだんでしょうね知らなかったっていうかその後君が先方となって次々人間を滅ぼしていったのかもしれないそう思うと私は全然楽しく見られませんねこの映像翼ちゃんが始まりだったら感染力も拡散力も半端じゃなかったんじゃないかなそう思うと私みたいなのがよく生き残れたものだあなたに に聞けば戦場ヶ原さんやカンバルさん達がその後どうなったのかってひょっとしたらわかるんですかねわかるかもしれないけれどそれは言っちゃダメなことでしょう副音声でそんな裏設定みたいなことを説明するなんてマナー違反だよなんだかしっくりこないセリフですね普通は副音声で裏設定を説明するんだと思いますけれど裏音声だったら裏設定を説明してもいいかもしれない裏音声こそ何も説明していなかったと聞きます A パートおしまいかな続いて B パートです それでは、B、パート B パートでもパートのお姉さんと一緒に楽しい時間を過ごそうね。 パパーートトのお姉さんんってパートなんですかこのお仕事いやいや社員はやってくれないでしょうこんな過酷な仕事世知がないなそろそろ年齢戻しません戻すって何どういう意味だから6歳と21歳から18歳と10歳になんでなんでそんなことしたら企画失敗みたいじゃん失敗じゃないですけれど私たちが6歳と21歳っていう設定がもう奇抜すぎてさっきから全然本編に入っていけないじゃないですかそれは確かに いい加減やめましょうよ副音声だから本当は本編の解説をしなくちゃいけないのについつい雑談が盛り上がっちゃったよえへ,へへっていうノリは幼女の意見が厳しいやめようよ正論とか言うの正論も言わず解説もせず意義がないでしょうそんな副音声意義がないと言われると意義はないけれどもそういうことで時間を食べちゃうのをやめようと言ってるんですでも入ったら入ったでどうしても重い話になっちゃうしね間接的周半格2名としては間接 的主犯覚という表現はともかくとして私に至ってはこの間には登場しませんからね出番は上官ですから変質者に襲われたあの衝撃の場面だねよく放送できたなっていう。<laughs> 確かに、下官から見た人は、この副音声を聞いても訳がわからないかもしれないかな。下巻から見た人は本編を見ても訳が分からないと思いますけれど、いるんですかね、下巻から見る人なんて。いないとは言えないでしょう。バラで売ってる以上は。ほら、小説を後書きから読む人って一定数いるじゃないいますけれど。後書きのない小説だったしかもオチ読んじゃったみたいな事故が起きかねない。その実感のこもった語りからすると、あなたが後書きから読む人みたいですね。このいかに をどこにぶつけていいのかわからない。ちゃんと自分自身にぶつけてください、その怒りは。後書きでネタバレされた時のやるせなさ。確かに私のせいだけども、作者さんそこは気使ってくれてもいいんじゃないだってそういう奴がいることはわかってるわけでしょみたいな。みたいなじゃないです。ただ、下巻から見るっていうのはさすがにないとしても、シリーズものの場合、どこから見るのかっていうのは一種の命題だよね。命題は問題って意味じゃないですよ。命題だよね。言い直してくれないんだ。例えば この迷い教師を見るのであれば、毎知識として、迷いマ々を見ていなければいけないのかどうか、6月の件を語るのであれば、翼キャットを見ていなければいけないのかどうか、あるいは、アニメ化け物語全体を、それとも、ここに至るまでの、偽物語、猫物語、黒、白を見ておくべきなのか。 と言い始めると、かなりの本数のアニメを見た精鋭でなければ、この迷い教師にたどり着けないことになっちゃうじゃない。それってどうなのどうなのと言われましても。曲論パッケージにして16本購入していないと、この歌舞伎物語ゲにたどり着けないとなると、これはさすがに視聴者の皆さんに対する要求が高すぎるとお姉さんは思うな。 だからいいよ下巻から見ても外観から見ても十分面白いって面白く作ってくれてるってそれは懐が広いんじゃなくて考えるのに疲れちゃってどうでもよくなった人でしょう副音声から聞いてもいいってそれは絶対ダメでしょう私もあなたも誰なんだってことになるでしょうアニメはそれでもまだしもコミックスは本当にキツいよねどこから読むか問題長期連載本当に増えたし 確かに、20巻とか30巻とかコミックスではもう当たり前ですからね。そうなると気軽には手が出せないです。かさばっちゃうしね。電子書籍ならその心配はないにしても。いやでも、電子書籍でも20巻30巻となると呼び出すのが結構手間です。ブックリーダーの画面が小さいからそこまで一覧性高くないので。なにつばせちゃんデジタル反対派というか、私の時代では大抵本はアナログです。そっか。私がね、 コミックスの電子書籍で残念に思うことは大抵カバー裏がカットされてること。カバー裏正しくはカバー下かなほらカバー下におまけ漫画が書かれてるコミックスってあるじゃないああ。 細かいところ見てますね帯もなくなくっちゃうし私帯を取っておく派なのに。あなたがデジタル反対派じゃないですか。まあ、そもそも私の世界観では電気がないから電子書籍一冊も読めないんだけど。そうなると紙の保存性はすごいですね。だからお姉さんは久しぶりにブルーレイとか DVD とか見るわけなのよ。こういう映像資料とかって世界が滅んだ後どう解析すればいいのかな世界が滅んだ後アニメの解析なんてしますかね当時の貴重な文化 資料でしょう再生できればですけどね。再生機器も発掘されれば。 でも、電気のシステムとかも違っちゃってるだろうし。フィルム映像だったら再生できるね。要するに、アナログの汎用性が高いんですね。そりゃあ誰だって、ミサイルを搭載した最新鋭の戦闘機よりも、日本刀の方が使いやすいでしょテクニックも知識も、精鋭が過ぎると一般性を失うとか。まあ、それはひょっとすると、アニメも同じかもしれませんね。語らないでください。雑談を深い話にしないでください。クリエイターがメジャーに魂を売るのは考えものですけれど、だからと マイナーに魂を売るのもそれはそれで考え物ってことかな。 マイナーに魂を売るって名言すぎるでしょうこの論法を使うと何にでも文句をつけられるよ明るいトーンで嫌な豆知識を植え付けないでください幼女に何そんな厳しいこと言っちゃってひょっとして翼ちゃんマイナーに魂売っちゃったかなその性格でどうやって生きてきたんですかこの2ヶ月じゃなくて世界が滅ぶ前までおやおやそんな一般論を今度はメジャーに魂を売ったかないじめですよねこれ公然と幼女をいじめてます お姉さん公然ととおコルセットって似てるよね。 似てたら何だって言うんですか公然とトコルセットが似てることによって話が逸れる非難を免れるもうちょっとごまかそうとしてください大人の意図を意図おかしいだからそんなんじゃ話はそれませんって実際大人ってどんな感じですか何それなんだかざっくりした質問だけれどい,いえ特に今私が6歳だから思うことなのかもしれませんけれど大人にはどんな風に世界が見えるんだろうなって同じだよがっかりする返答ですねむしろ 若干視力が落ちて霞んで見える大人になる気は削れますね。まあ慌てずゆっくり大人になりなよ、翼ちゃん。いや、そんな理解力のあるアダルトプラれても健康面の話でしたし。健康面の話を差し引いても子供の頃はもっと世界が広く感じたものだよね。変に知識が増えたせいで大人には世界が狭く感じちゃうのかも。なるほど。それだって知識が増えたと思い込んでいるだけかもしれない。翼ちゃん風に言うなら、 何でも知らないわよ。知ってるふりだけって感じかな。私風に言わないでください。しかも感じ悪くなってますし。元のセリフだって言う人次第では感じ悪くなりそうだけどね。何でも知りません。知ってることだけでーす。 それはあなたが感じ悪いだけではどんな大人ですかだから21歳なんて全然大人じゃないって子供だって大人かどうかはともかく少なくとも子供ではないでしょ子供ドラゴンって大人なのか子供なのか見失うよね見失いませんなぜならコモドドラゴンだからへえ偉いね翼ちゃんは何でも知ってるんだね言いませんごめんなさいあ謝った謝りましたね世界を滅ぼしたことを謝った 伝説の吸血鬼さんは謝罪内容もスケールが大きいですね。しかし、本当に仲良しすんだね、この二人は。仲良しというのとは少し違うらしいですけれど、私とは違う世界観の、しかも将来の話なので、あまり奥断はできませんが。うーん。私と会った時はべったりでしたが、抱っこして。だっけこっちの世界観では二人、どんな感じだったんだろうね。 6月の段階では、まだ、おしのシノブさんは喋ってなかったはずです。だから、春休み以降、口を聞くことのないまま、関係は終わってしまったということでしょう。悲しいなでも、今の私が間に入っても、何もできなかっただろうしなそうですかね。そうだよ。公園で21歳のお姉さんが道に迷っていても、荒ぎ小嫁く君は助けてくれないだろうしね。別に同じシチュエーションで出会う必要はないのでは。出会ってたら友達になれたかな同じような友達。 には慣れてないだろうなやっぱり21歳にもなって失礼噛みましたとは言えないもんねご無礼ならまだしもご無礼だって十分言えなくないですかあとご無礼している間にもう24章だねそろそろ花火大会の下りかなすごい発想だよね花火を上げて生き残りを探すなんてでも実際あなたを呼べたわけですからうん嘘つかれたけどねなんとなく遊びでやってたとか言われちゃった 全く、嘘をつくなんて、嘘つきは許せない大嫌い大人の余裕ゼロじゃないですかっていうか、迷いお姉さんは立場的に、それが嘘だって知っちゃったらダメなんじゃないですかおっと、そうだったズルスキルを発揮しなければ、大人のズルスキルを、ズキルをズキルって、頭痛そうなスキルですね。<laughs> それは言える頭悪そうなスキルでもありますそこまで言われたら傷つくな繊細な大人ですね21歳だよなてうか。ここからの浴衣姿を浴衣姿がどうしたの着てみたいのいえ、どうしたのかなって思ってあの商店にあったとは思いにくいんですけれどあーなんだっけあれは吸血鬼スキルで作ったんじゃなかったっけそういう話を聞いたよ吸血鬼スキル 物質創造能力があるんだって、あの子。あじゃあ、着るものには困らないというわけですか花火の気分を出すために浴衣に着替えた。となると、本当に遊び気分もあったんでしょうね、花火大会。うん。まるっきりの嘘でもなかったわけだ。では、許そう懐が深い大人というより、懐が深いふりをしている大人ですね。翼ちゃんは花火とか好き花火よりは、地上のお花の方が好きかな。地上のお花ネズミ花火のこと いやネズミ花火は地上の花とは全然違うというかそもそも私火が怖いのでふんー火が怖いねマヨヨいお姉さんは花火はどうですか私は花火より団子かな花より団子みたいに言われても花火より F4 かなあららぎ暦さんには聞かせられないセリフですね嘘嘘本当は花火より F1 カーレース大好き F1 ーに乗って花火会場に乗り込んできたら確かにみんなそっちを見ちゃうでしょうねいわば 花火より団子状態団子状態ってレースは白熱しているようですけれども花火って真横から見たらどうなってるんだろうって昔考えたなあわかります知らなかったんですね花火は休憩だってそうなの今も知らないままだったんですか考えなくなっただけでというわけで「迷い教師第3話」B パートもおしまい第4話に続きますエンディングあっという間の30分だったねみんな迷いお姉さんと翼ちゃんのトーク楽しんでくれたかな 確かにあっという間の30分でしたけれどできればもうちょっと実のある話をしたかったですねなんで十分に実のある話だったじゃない身はあっても意味がなかったと言いますか厳しいなツンバサちゃんがツンバサちゃんっていうのを本当にやめてくださいじゃあコンサバちゃんって呼ぼうかコンサバちゃんって原型はどこに行ったんですかでもほら今日もつばさちゃんはコンサバファッションで来てるわけだし来てませんし来てません意味のある副音声ってじゃあ何 えっとそう言われると答えるのは難しいですが英語版とかかなああなるほど吹き替えですかそれは意味がある吹き替えも私たちがやるんだけれどそれは大変な仕事ですね労力は増しましたね意味があることっていうのはなすのも大変なんだよそれは意味があるというより意味ありげなだけのセリフですねこのあと予告編があって第4話に続くんだよね アバンで私が登場するのかなはいそうだったはずですロリカッケー皆さんコンバトラーって言って登場するのかな幼女版で登場しているじゃないですか今思うとすごい挨拶だねこれ怖いもの知らずだな私怖いもの知らずと物知らずは似て非なるものですがおやおや私が物知らずだというの何でも知らないわよご存知ですことだっていえそんな上品な口調では喋りませんはい予告です 予告でもタイムスリップししちゃいましたねこの2人は私たちの世界観ではどうなったのかってことだよねですよねファイアシスターズの実力があれば生き残りかっけい皆さんに含まれていても不思議じゃないとは思うけれど今気づきましたけれどその生き残りかっけいっていうのはロリかっけいとゴロ的にもかかっているんですねロリとコリがかかっているんですねいくつになってもうまいこと言い続けるよその心がけは関心に値しますね一人になってもうまいこと言い続けるよ悲しいですね 翼ちゃん、ひょっとすると、まゆいお姉さんのテンションが21歳にしてはおかしいと思っているかもしれないけれど、これは数ヶ月間一人で生きてきた奴が、久しぶりに人と会話している時のテンションなのだと思っていただきたい。そう考えると、あまりひどいことは言えませんね。全地球推定200人くらいの生き残りかっけ皆さん、コンシェルジュコーコンシェルジュ大人っぽい。アニメ歌舞伎物語、かっこゲ。 ブルーレイは DVD お買い上げありがとうございます。下巻の副音声を担当させてもらっちゃうよ。八九時迷い改め、二十一九時迷いお姉さんだよ 21, 21歳だからそれだと11年前8歳だったことになりますけど細かいこと言わないでよそんなんじゃここからの過酷な副音声を乗り切れないよあのちょっと待ってくださいそれについてえ8、ー、時空がダメなら何時空がいいの副音声時空が嫌なんですせめて18歳で呼んでくださいまあまあ副音声の歴史もいい加減長いから色々いろいろと創意工夫が必要なんだよ前に裏音声ってていう創意工夫をして大変なこと になったたのを忘れたんでですか矛盾ししちゃうでしょ6歳と21歳が同じ場所にいたらお姉さんは大人だから矛盾を飲み込めるのワインのように私は子供だから飲み込めません改めまして全地球推定175人くらいの生き残り家系皆さんっ言いたいことがあるんですオープニングハッピーバイトいやー懐かしいなこれお宅。 11年前ややこしいことを言わないでくださいあの迷いお姉さん何かなつばさちゃん聞いてないんですけれど何を副音声の鳥だってことです私は絵本の読み聞かせ会だという回覧板を受けてこのスタジオに来たんですけれどえあれそうなのとぼけてる時の口調ですねあっちゃどこかで情報が行き違っちゃったかたまにあるんだよねそういう誰の責任コンシェルジュ 2>, 2回目はそんなに面白くないですね厳しい あと生き残りの推定人数がさっきより減ってるんですけれど。うん、何人か死んだみたい。厳しいのはあなたの世界観でしょいやいや、でもこれは君のいる時間軸の11年後なんだよ。君の将来はこの滅んだ世界。 夢も希望もありませんね考えたら私が生きている世界観ゆえに滅んだ世界という言い方もできてで荒木小弓君を殺したのがブラック羽川なんだからある意味世界を滅ぼした間接的主犯格2名でお送りする副音声なんだでもないことがあなた子供の頃とやってること一緒じゃないですかいやいやワイン片手に喋ってるところが違うよねワインなんて持ってないでしょ謝る気がないんだったら帰りますよ帰らない でよ翼ちゃんは6歳の頃からしっかりしてるないやそれもなんですよなんで6歳で呼ばれてるんですか私21歳の迷いお姉さんと6歳の私で福音声って一体どこの何時なんですかここは私時つまり八九時空といったところかないったところかなって言わないでくださいお願いですから